ラジオでも働く魔王様。皆様こんばんは。テレビアニメ働く魔王様魔王貞夫役の大阪亮太です。皆様こんばんは。テレビアニメ働く魔王様佐々木千穂役の遠山奈緒です。おいということでラジオでも働く魔王様第5回がスタートいたしました。おー5回だー、ね、早いねねー。でも今日は初めての組み合わせ。そうね、うん、なんだかんだでね、同期コンビ。そうよ、そうなのよ。そうなのよ。同期コンビだね、実はね。めちゃくちゃ年下なんだけどね。めちゃめちゃ年上なんだ。だからね、あのね、よくね、りょーちんさ、なんとかでさって言うと、え、なお坊ってりょーちん呼びなんみたいな言われるんだけど、働く魔王様でなんか共演させてもらった時に、なんかこうりょーちんでなおちみたいなあだ名決めて、そうなんかみんなでねあだ名決めて呼び合おうぜみたいな感じの流れになったんですよ。なんかイベントの時だよね。あったあった。でもさ、気分このなんかイベントの時にあったね、懐かしい。そうあの時に確かみんなで呼び合おうよみたいな話になった気がする。結構みんな全員集合とかができてたりとかもして、その時に日笠陽子さんを私はひよさんって呼ぶようにするって言ったけど、今ひよさんって呼んでる人いる？俺も最初ひよさんだった気がすんだよね。もう今は？日笠陽子。フルネーム日笠陽子なの？小野勇気みたいな。なんかなんて呼んでいいか分かんなくなってきたってさ。なんか最初はさ割と先輩として見てたから仲良いとしてもそう。だからひよねえとかな。ひよねえ。ひよねえとか今言い始めたんだけど。そうでもえそんな呼び方知ってたっけってめっちゃ惹かれた。えでもさこのラジオもかれこれ2回ぐらいひよさんとは2人でやってるでしょ。そうそうそう。その間1回も名前呼んでないの？1回も呼んでない。ひかささんって言ってる。その。ひかささんって台本帳通りにやってたのね。そうよくそれで2回もやれてたの。なんかノリでいけるんだよね。ねすごいね、回避しながら。そうなんか割とあなたとか言っておけば多分。あなたさ。かえって珍しい感じ。じゃあこの後ねまた2人の組み合わせとかがあったらちょっと皆さん違う耳でも聞くようになるかもしれませんけれども、はいよろしくお願いします。自由な感じでやっていきますけれどもね。パーソナリティは週替わり制となっておりまして、今回は僕と遠山さん、そしてこの後アニメのオープニングテーマ「WITH」を歌われている栗林みなみさんが登場してくださいます。やったー。ねえ大丈夫？大丈夫じゃないんだよ。だから死んじゃうんじゃない？死んじゃうのよ。あのねその前回のねラジオ収録した時に、その発表したのね、最後に発表するじゃない。書いててはって思ったよ。はってな、どういうことなのみたいな。俺耐えれるかな。いやなやめてくれと思って。どこに座られるんだろうね。いややばい、どこにどこちょっと私挟まろうか。あそっちの方がねこっちの精神的に楽。あ時計じゃないんだ。でもあんまりね離れすぎてもちょっとね失礼に当たるなって感じがするから。あもうそこ真横で。そうでもちょっとねどのテンションでいけばいいか分かんなくなってくるね。選択肢がね一番理想的なのが、もうこの感じのナチュラルなテンションでいけばいいんだけど、多分僕の中の2択としては、全然喋れなくなるか、めちゃくちゃ早口のオタクになるか。言いたいことがね今までの思い出的な、今までそういうその栗林さんへの思いってラジオとかイベントとかで皆さんにこう話したこととかってあるの？あでも魔王様的なイベントとかでは、イベントっていうかそういうラジオとかでは行った記憶はあるかもしれないね。取材とかではご本人には行ったかな。行ったかな。なんかもう覚えてないのよ。何度かお話しさせていただく機会とかねあって、初めてお会いしたのが確かね最後の魔王様のイベントだったじゃない。でその時になんかみんなに後押しされて挨拶行けよ挨拶行けよみたいな感じ。恥ずかしいねそれ。青春だね。そうみたいな感じでよろしくお願いしますみたいなね。そうか。こんな話はね栗林さんが来てから始めて。いやちょっとねアイドリングでいや楽しみだな。やばい普段見られないりょーちんが見られるかもしれないね。見せたくないんだよもう。なんで映像ついちゃったんだマジでこの話。さあということでね皆さん気づいてらっしゃると思うんですけれども、なんとアニメチームのスタッフの皆様が働く魔王様のラジオバージョンのデザインを作成してくださったということで飾らせていただきました。いや素晴らしい、ありがたいですね。こんなことしてくださるんだね。ラジオのためだけに書いてくださったってことですか。そうだよ。これなんかグッズになったりするんですか？でもラジオ CD とかもし出たらこれがねラジオ CD？パッケージになる。マジで？いやわかん出るかわかんない。勝手な願望だけど。まあでも確かに私たちも記念でもっと来たい気もするし、ちょっとねでもこの魔王様メンバーの騒がしい感じというかね。鈴野がなんかえらい可愛く描かれてるんだよね。ねもちゃっとしててせんべい食べてる。せんべい加えてね。なんかさ、椅子の色とか結構このなんか感じ組んでくださってるのかな。そうここにあるね、スタジオにあるものを結構組んでくださってて、もう一番不思議なのが、ちーちゃんなんで靴脱いでんのでもさ、ラジオ撮るときって靴脱いでさ、正座しながら撮ったりしない？え、私だけ？え、調べられてんの？え、怖っ中の人のやつをやってんのこれ。私なんか日替わりだけど、靴脱いで、お姉さん座りしたりとか、こう座ったりこう座ったり、正座したりとか、椅子の上にそう足畳んでやってること結構多い。完全になんでリスペクトじゃん。だとしたら俺こんなことやったことないけどこんなことやってる。これからやるんだよこれからやるのこれ予知されてんのいやでもめちゃめちゃいいイラスト、ぜひじっくり見ていただきたいと思います。そしてですね、アニメの方は現在第3話まで放送されております。ちょっとねあらすじを読んでいきたいと思いますね。遊園地を訪れた魔王とエミ、アラスラムスの3人、そしてその様子をアシアト地方エミの同僚である鈴木理香が見守っていた、しかし魔王たちがヒーローショーの観劇中、アラスラムスの額に三日月の紋章が浮かび上がる、エミがアラスラムスの具合を見ているとそこに謎の女が現れた、彼女が左手の指輪をかざすとアラスラムスの体調が一瞬で回復、そして女はガブリエルと天平連隊がアラスラムスを追っていると告げるとございますね。ちょっとシリアスな展開もあるんだよね。そうなんですよ。今回ちょっとねその辺の真面目な話がちょっと多めな感じになってるんですけど、まあ日常もちゃんと描かれてるね。でも本当最初の方はねちゃんと遊園地のまあ家族ごっこっていうとあれだけど微笑ましい感じでね、ちーちゃんとしては気が気じゃないんだけれども、でもだから理香が一緒にいることで結構気が紛れてる感じはあるかも。理香が今回のシーズンは大活躍なので、とりあえず魔王様はさ、基本的に誰かがなんか出かけると誰かがストーキングしてるよ確かに一期の時もそうだったね。アシアとちーちゃんがやっぱりちょっとストーキングしてる。そうエミもねちーちゃんと一緒に2人でね出かけた時にそうだ新宿に出かけた時に懐かしいストーキングしてきたからストーキング癖がある。そうストーキング作品やばいやばいでもどうですか、私たちはさちょっと収録の関係で3話までは見れてないけどさ、もうオンエアされてるじゃない。ねえ始まったね。とうとうね、長かったねなんだかんだで。確かに収録が早かったからやっと世の中に出たな感はありますけど、いろんな取材とかさ、こういうラジオとかさ放送前に結構やることが多くてさ、なんかいろいろ話してきたところあったからようやくね、まあ1話だけだけどネタバレ気にすることなくみたいな。確かにもうやっぱりアラスラムスがすごい可愛くて、どう父ちゃんね可愛すぎるよね。だってもうつぶやいちゃうもん、はい可愛いきのちゃんのねやっぱボイスがいいんだよね。なんか面白くなってきてさ、この間さドラマ CD をちょっと聞き直してみた。すごい。ドラマ CD ってさ日笠陽子がねやってるじゃない、アラスラムスを。あれ何年前とかにあれ何年 4,5 年前じゃない、あれも。そんな最近だっけ。結構でもそんなもんじゃないかな。そっか、金役でね日笠陽子さんやってたけど、そうやってたんですけど意外と頑張ってたよ。偉そう。意外と頑張ってたよ。なんかもうちょっと頑張ってる感すごいのかなと思ったんだけど、意外とちゃんとね。あ、可愛かった。ちゃんと赤ちゃん声になって。そうなんだ。そう。特番のさ時はさアラスラムスだよ。アラスラムスだよみたいな感じだったのに。ちゃんと言われてた。すごい偉そうだけど。後輩2人がすごい偉そうになんか言ってるぞみたいな感じになっちゃいましたけど。いないから言える。でもきのちゃんアラスラムスめっちゃこの後も可愛いので楽しみにしてください。ということで第4話の放送お楽しみに。それでは参りましょう。ラジオでも働く魔王様、最後までお付き合いよろしくお願いします。それは全部思い出に。君といるこの時が。ラジオでも働く魔王様。では早速ゲストをご紹介しましょう。栗林みなみさんです。栗林みなみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとは任せました幼稚園お隣だね。やばいもう顔見れないもん緊張しすぎて顔が。嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。とても嬉しいです。もうまずはやっぱり働くママ様といえば栗林みなみさんの歌声がなければ始まらないということで。2期のウィズ、とっても素敵でした。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。めちゃくちゃいい曲だなって。僕もね、先行してフルバージョンで聴かせていただいたんですよ。そうな、マウントを急に私もバースデーイベントに来てくださって、行かせていただいて、本当にありがとうございました。めちゃくちゃ2つ返事で行きたいっていう話を誘っていただいて、もあのスタッフさんが知ってらっしゃるんで、もう僕が栗林さん大好きだっていうのを行かせていただいて、和原先生も来てて、楽しそうで、ウィズ歌ってくださった時に和原先生の方向いて「やばいっすね」みたいな「歌いましたね」ってね。まさかゼロの後に来ましたみたいな。そうか。でもいい瞬間に立ち会えたんだね。いやもう最高でした。なんかもうちょっとね、記憶が飛び飛びなんですよ。もう嬉しすぎて。りょーちんにとって栗林みなみさんとはどういう方なんですか？強いて言うなら青春時代かな。ああ。いや本当にもう高校生からずっと。そんな感じなんですね。はい、そうなんですよ。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。もういろいろラジオとかも聞かせていただいたりとか結構してたので。そうですか。そんなラジオ聞いてた。谷山さんとかで一緒にやってるラジオとかね。ありがとうございます。それはびっくりですね。いやもう CD とかもうほとんど買って。ありがとうございます。10年以上じゃ大好き。そうです。初めて。栗林さん生で見たのが兄様の第1回目。そうです。僕専門学生の時で、そうなんですね。東京出てきて、友達に兄様あるから行かないかみたいな。友達は別のアーティストが好きで、僕が栗林さん好きだったんで出るよって、じゃあ一緒にチケット取ろうよって言って見に行って。やばすぎる。当時だから20歳です。だからより長かったですね。長かったです。そんなすごく昔からなんだなって思って、めっちゃびっくりしました。いやもうだからなんか緊張しすぎて、なんか何から話していいか分かんなくなってて。ありがとうございます。ご挨拶ぐらいしかできなかったんですけども、ようやく言えました。なおちゃんとはね、去年兄様でゼロを歌わせていただいたので、なのでなんかお二人とはこうね、会う機会があったので、すごく嬉しいなと思ってるんですけど。嬉しいですね。そうなんです。今ちょっと話題にも出たんですけど、去年の兄様でゼロをもうどうしても私コラボで歌わせていただきたくて、同じ日に出演ということで熱烈にオファーさせていただいて。ありがとうございます。最初から決まってたわけじゃないですね。なんか言ってくれたっていうのを聞いて、めっちゃ嬉しくて楽しかったね。本当に楽しかったね。コラボは本当に。今パッケージにも残ってるんですけども、栗林さんがいっぱい歌ってる最中に目線を合わせてくださって、ここで見ちゃいました。そこは返してあげなさい。なんで映っちゃった。ここは目を合わせようねって決めてたところもあったんですけど、それ以上にいっぱい目線を合わせてくださって、なかなかこう一緒に歌ってるからこそ、ステージでこうだからこそ見える表情とかってあるじゃないですか。なのでなんか見たいなと思っちゃって、なんか可愛いな、可愛い人、本当に可愛くて見ちゃったんですよ。そうなんです。嬉しい。ちょっと小動物みたいですからね。でも本当になんかすごく丁寧に歌ってくださって、めちゃくちゃ感動して、私本当なんかもういい思い出です。いや本当に私こそ。でも結構コラボっていうか一緒に歌ったりすることとかあったんですか？あ、その時初めて一緒にね歌ったのは。そうなんです。すごい特別な、もともと特別だったゼロがより特別なものになった瞬間でしたし、やっぱゼロを聞くと当時の9年前の気持ちに戻ったりしない？あ、そうね、わかるわかる。なんかわーって、当時のこう青春の気持ちみたいな。なんかね、その鳥肌じゃないんだけど、なんかゾワってくるものがあるんですね。昔のなんかその、そうそう、イントロがデレレレーってかかると、頭ってなって、すごい幸せな気持ちになるし、ミスも今回やっぱりそのゼロの流れをすごく感じる楽曲だなって思いまして、今回楽曲制作いかがでしたか？ゼロと同じく中土智弘さんが作曲をやってくださっていて、はい、なのでこうサウンドのその雰囲気とかはこうゼロと近いものがすごくあるので、こうなんて言うんだろう、耳なじみがこう魔法様っていう感じがすごくするっていうか、そういうのはすごく自分も作詞をしたんですけど、はい、作詞をしながらこうすごく感じながら書きました。栗林さんの作詞、なんかこうキャラクターの距離感とかも前とちょっと違ってるっていうか、近くなってる感じがすごくあって、それをこう歌詞にできたらいいなと思いながら書きましたね。やっぱアラスラムスとかも新キャラクターも増えて、なんかそれも含めての歌詞になってるってことですね。ゼロとウィスでここはちょっと明確に変えてみようって思ったところってありましたか？やっぱアラスラムスに対してのみんなの愛情みたいなものがすごくあるなと思って、こう見返りを求めない愛情みたいな、はい、そういうもう大好きみたいな気持ちがこう曲の中にもあったらいいのかなと思ったりして書きましたね。なんかそれがすごくあったかくてエモーショナルな感じに聞こえるのかな。なんか今回キービジュアルとかもそうなんですけど、アラスラムスが真ん中にいて、他のみんなが周りで中心にアラスラムスを見つめてるっていう描写なので、そういうところも含めてなんかね、一体になってやってるんだなみたいな感じがありますね。でもね、D メロのところはすごい千穂ちゃんが私の頭の中にあって、そうなのでずっといました、心の中に。嬉しい。さっきもおっしゃってましたもんね、このパッケージ。かわいそうになっちゃって、このジャケットを見てもうなんか千穂ちゃんいないから、このジャケット。そうなんですよ。かわいそうになっちゃって、私パパとママのすっきりに入れなくて、なんかちょっとショック受けたぐらい、なんかそういうテンション感でしたね、これを見た時には。パッケージに意見はできないですね。可愛いなって思ったんですけど、すっごい切なくなっちゃって、ちーちゃんの目線だったそうですね。そうなんですよ。裏にちーちゃんいたりしないですよね。ああ、ちょっと私しかいないです。どこかでこうやっているが、もしかしたら隠れちいちゃんが100枚に1枚ぐらい、そういう感じ、そういうやつ、それ遊び心があるかもしれない。いっぱい買わなきゃ。ちょっと D メロそういう気持ちで聞いてみます。聞いてみてください。もうあと私どうしても言いたかったのが MV すっごく好きで、ありがとう、嬉しい。女神美しい、夕焼けの中で撮られてたじゃないですか。普通にその夕焼けのあのピンポイントの時間の中で撮り切るっていうのもすごく難しいんじゃないかなっていうふうにも思って見てたんですけど、全カット美しくてもう大好きでした。ありがとうございます。エモかったです。あ、嬉しい。ドラマ性もありましたよね。あ、そうですね。男の子と女の子がこう出てきて、OL 風の女の子と八百屋さんの男の子が出てきて、ちょっとそっちはそっちの物語があるんですけど、その人たちをこう私は見守ってるみたいな感じですね。やっぱりあったかい感じっていうのが共通して、そうですね。ある感じなんですね。はい。皆さんもぜひ繰り返し聞いてみてください。お願いします。ということで今日はこのまま最後までお付き合いいただけるということでよろしくお願いいたします。ではリスナーの皆様からいただいたお便りをご紹介していきたいと思います。マオネーム青菜様です。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、こんばんは。こんばんは。働く魔王様第1話見ました。ありがとうございます。ネイティブなエンティースラ語に始まり、漆原とブラテンラ・ゲルマニカとの戦いなど終始笑って見ていました。今回の2期はリアルタイムで楽しめていることがとても嬉しいです。漆原の戦いを見ていて思い出すのは、田舎の実家で初めてやつと遭遇した時、父がスプレーを取りに行っている間に母がティッシュでそれをつかみ、さらっと外に逃がしたことです。母の大胆な行動に家族みんなで大爆笑したのを覚えています、パパとママになった魔王たち今後どうなるのか、放送もラジオも楽しみにしています、ということで1話の感想は、エンティ・イスラ語とブラテンラ・ゲルマニカ。やばいよね、1話でそれやるって。本当にちゃんと名前はね、ちーちゃんが言いましたけど、正体をね、ゴキブリーガビガビな声でちゃんとしかもモザイク入れてたっていう。想像力をかきたてられて嫌って逆にねモザイクですね。そう可愛く描いてくれたらいいのにプリッと。そう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 。動きがでもリアルなんだけどさ、ちょっとアニメチックだからまだね見れるけど、でもマオがさこうやって手についたじゃん。あやったー。あれ実際になったらマジでやだ。うわー。えどうしますかこのブラテラゲルマニカがお家にもし出たら。あーどうしてますいつもこう。でもちょっと時間を置きますね。なんかちょっと時間を置きます。時間を置いて待って。ほっとくってことですか？考えます。考えます。いや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 。動いてますよね。だって動いてるんですけど、なんか性格あるじゃないですか。はいはい。それぞれだからなんかどういう感じかな。向こうに。どうかなっていうのを探ってからどうするか決めます。じゃあすごい静かな子だったらどう？私もちょっとゆっくりこうしますけど、こうする？なんだろう。とかでこう、そんなことできないか、できないですね。ブンって飛んでっちゃう。飛んでっちゃうかも。今までだから出たことないってことですか？その対処じゃあでもありますあります。ああでもその時はどうしたんですか？駐在かな。ああ一応週かな。結構勇気いりますよね。勇気いるんですよね。だからそれをやるかやんないかを向こう側の性格に合わせてます。面白すぎる。初めて聞きました。なんか激しすぎたらそうします。なるほどなるほど。いなくなってくれるんだったらもうそのままみたいな。いや本当。りょうちんはどうする？俺はどうだろうな。今まで最近だとなんかもうほぼ死に体の状態で見つかるから餌とか食べちゃって、そうそうそう結構その時はもうティッシュで掴んで捨てるけど、そうなんだ。それは死んでたら大丈夫なんですよね。動いてるとさすがに殺虫剤とかないと厳しいんですけど、あと早すぎて多分捕まえられないと思うんです。そうだねそうだね。とりあえずあと上に行かさないようにしよう。ああでもそうか、上行ったら嫌ですもんね。上に行くと飛んでくるんで。ああそうだね。浮きぶりって飛ぶんじゃなくて滑空だから、あそう落ちるしかできない。そうかそうなんですよ。上には飛べないもんね。ずっと親に対処してもらってた？私は結構親に何とかしてもらうことが多くて、でも一回親が寝静まってる時に台本チェックしてたら出ちゃったことがあって、で起こしに行ったの。ねえ出たんだけどって言ったら「いいほっとけばいいよ」って言われて「いやダメだってどうしよう」みたいな「こんなままじゃ寝れないよ起きて」って言ったけど起きてくれなくって、泣き叫びながら「泣いたの？いやー！」って言いながらソファーの下とか行っちゃって、でもソファーも自分でズリズリってやってニョキニョキって出てきたら嫌だから、もう足でガンガン蹴って、バーンって蹴ってこうボーってずらしながら刺激でね叫びながら「いやうわよしゃ!」やることやってんじゃん。死ぬかと思った。本当にちゃんと自分では倒せたのって。いやでもその時は結局どっか行っちゃって、ああ行っちゃったんだね。だからその後はどうなったかわからないけど、もう二度と会ってないからどっか行っちゃったと思う。いやなんか思い出しただけですごいハッスルしてしまった。次行こう次。そうだね次行こう。次ましてマオネームフリーダムさんからいただきました。ありがとうございます。パーソナリティの皆さんこんにちは。こんにちは。第2期の第1話ワクワクしながら拝見しました。個人的には栗林みなみさんが歌う With で始まるオープニングがとっても良かったです。ありがとうございます。第1期のゼロの雰囲気も感じさせつつ、魔王様らしい歌詞とメロディーがオープニングの映像と相まってテンションぶち上がりでした。皆さんはオープニング映像をご覧になっていかがでしたか？僕は途中でカットインされるサンマの佃煮が謎すぎて気になっています。あったねあったね。貧乏飯的なってことなのかな。結構しっかりアップだったもんね。気になった。確かに私はね6人が 1列になって歩いてるところがすごい好きでした。なんか一気の時もあったよね。4人で並んで。そうそうそうエモかったな。なんかすごいどっちかっていうとさ、割とシリアスな場面が描かれてるものが多かった、バトルとかそっちが多かったから、そこがちょっと一気と違うのかなみたいな。あ、確かに確かに。あと芦屋がこう料理てててててててってやってるのも一気の映像と一緒だったから、切ってるもの一緒だったかな。なんかでもなんか野菜切ってたよね、一気も二気も。あれはなんか頭だなってすごい思った。パンツバーってやってね、やってたね。これから何度でも皆さん見ていただいて、楽しんでください。ってな感じで、はい、相談のコーナーは以上かな。はい、ここまでとなります。今後もアニメの感想やこの番組の感想、キャストへの質問などどんどん送ってきてくださいね。お待ちしております。ラジオでも働く魔王様。可愛いものを教えてください。ゆさゆみは意外と可愛いものが好きだったりしますが、このコーナーでは皆様の身の回りにある可愛いものを募集しています。家で飼っているペットの話だったり、今集めているグッズの話、いつも会う近所のおばあちゃんの話など、あなたが可愛いと思うものなら何でも OK でございます。栗林さん、なんか可愛いものとか集めてたりとか思ってたりします？はい、私ドラクエがすごい好きで、でガチャガチャって街中とかいろんなとこにあるじゃないですか。でドラクエのガチャガチャを見つけたら必ずやっていて、でそれで出てきたスライムとかの、ちっちゃい子たちが私にとっての可愛いものです。スライムが一番好きなんですか？好きなんですよ。もう可愛くていっぱい並べてます。結構モンスターが好きってことですか？そうですね。あ、でもスライムが好きですね。スライムが好きなんですね。あ、じゃあドラクエはドラクエでもスライムがいなかったら。はい。引かない。あ、引かないかもしれない。スライム限定なんです。そうですそうです。スライムはなんかマスコットみたいな、なんかちょっとどういう感じのものなんですか？なんか結構いろんな種類のガチャガチャがあって、なのでなんかちょっとふわっとしたっていうか、プニプニしてる素材のものもあれば、めっちゃちっちゃい。硬いやつっていうか、プラスチックのものもあったりするんですけど、なんかいろいろ集めてます。じゃあお家に帰るとそのスライム棚みたいなのがあるんですか？テレビの前に。テレビの前並べてる。今までの考えたらもう置く場所ないやつ。並べてます。一応今収まってはいる。あ、収まってます。あ、そうなんですね。それはガチャガチャ限定なんですか？なんかぬいぐるみとか。ぬいぐるみは。買ってないですね。なんか可愛いってなんとなくちっちゃいものって感じがして、で一応可愛いものとしてあげさせていただきました。なるほど。じゃあなんかスライム柄の例えばノートとかがあっても、それがまたちょっと違くて、このサイズ感がいいわけです。あ、そうですね。でもグッズは何個かは買ってます。はい。ドラクエ系のグッズは。でもスライム限定ってことですね。スライム大好きですね。スライム愛がすごい。すごい可愛くて。なかなかいないですよね。スライムだけ好きな方。超ピンポイントに。そうですね。これから好きなモンスターあと1体だけいて、1体とか1種類だけいて。なんかウイングタイガーっていうやつがいるんですけど、本当にごめんなさい。わかる人だけ分かってくださいって話なんですけど、っていう敵が好きです。ウイングタイガーのグッズはまだあんまり出てなくて、多分グッズになるほどの存在感じゃないかもしれないですね。そんなメジャーなモンスターではないかもしれないですね。だからすごい好きなんですけど、ちょっと調べてみよう。これから街角でドラクエのガチャガチャの前に女性がいらっしゃるなと思ったら、私ですね。しゃがんでやってますからね。見てみたい。遭遇してみたい。子供たちに混じって回してる感じが。そんな栗林さんが可愛いっていうのがあるかもしれない。はい、ということでお便りご紹介していきましょう。魔王ネームグレイさんからいただきました。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、こんにちは。こんにちは。妹が飼っているジャンガリアンハムスターが可愛いです。あ、可愛い。ケージに張り付いたり走り回る姿を見ていつも癒されています。ちなみに妹がつけた名前は翼なのですが、僕は勝手にハムスケと呼んでいます。めちゃくちゃ安易な名前につけています。名前が2つあるってこと？そういうことだね。すご。ハムスケ、翼、なんで翼なんだろうね。なんだろうね。おい、広げようぜ。楽屋みたいになっちゃった。おね、なんでだろうね。確かに、まあこれだけあるとちょっとね。もう飼ったことあります？ハムスターとか。あ、ないです。あ、そうなんですね。はい、まあそっか、僕はあるんですよ。小さい頃にあって、そうあったんですけど、やっぱハムスターってやっぱ寿命が短いので、そうオスメスで買ったんですけど、子供を産んだんですけど、すごい。そう産んだんだけど、ちょっと残念なことにやっぱ認識できてないんだろうね。なんか食っちゃうんですよ子供。そう親が食べちゃって、そうなんですよ。毛が生える前にもう食べちゃって。やだ。だからもう離さないといけない。そっか。私同じ現象ダンゴムシで起きた。ダンゴムシ？飼ってたの？そうなんです。小学生の時にこう植木のところをダンゴムシが張ってて、であーって言って乗せて遊んでたら、ポッポッポッポって歩いていくと白いつぶつぶが落ちてくるんですよ。おいなんだろうって言ってひっくり返したらお腹のところにわっしゃー卵入ってて、お母さんダンゴムシだ持って帰ろうって言って、持って帰って卵帰るかなってしてたら、たくさんあったんだけど3匹ぐらい帰ってくれて、気がついたらなかった。帰ったんだけどなくなっちゃったから食べちゃった。すごい飼ったのがすごい。確かに。きゅうりとか餌分からなくって、とりあえず葉物をあげればいいんだろうと思ったら、ダンゴムシにとってやっぱりちょっと餌が大きすぎたみたいで、ちゃんとしかるべきそのなんか昆虫とかのゼリーとかをあげなきゃいけなかったみたいで、結構すぐ死んじゃったんですけど。え、赤ちゃんってどんな感じなのダンゴムシの？ね、なんかノミとかダニみたいな、なんか夢ねえな。ちっちゃい透明のちっちゃいのがピピピピって。ダンゴムシじゃないんだ。飲みなの？え、飲みだったのかな。実は卵から帰ったじゃなくて、ただ飲みが発生してる。20年後の真実かもしれない。やだな。全然可愛くないんだけど話題で。いい思い出が。いい思い出じゃない。はい。これで終わり？もう一通だけだって。やばい、飲みで終わったよ。ということで引き続き皆様の身の回りにある可愛いもののお話をお待ちしております。はい、以上、可愛いものを教えてくださいでした。ラジオでも働く魔王様。お送りしてきましたラジオでも働く魔王様、あっという間にお別れのお時間です。はい、番組では皆様からのお便りを募集しています。アドレスは魔王様 @joqr.net です。魔王様のスペルは MAOUSAMA です。お間違いのないように。はい、ではここでアニメの放送情報をお知らせします。テレビアニメ働く魔王様は東京 MX、BS11 にて毎週木曜23時30分から放送中です。またディズニープラススターにて地上波同時見放題独占配信もございます。それから AT-X は毎週金曜21時30分から、 MBS は毎週土曜26時38分からそれぞれ放送しておりますので、よろしくお願いいたします。はいはい、私栗林みなみが歌うテレビアニメ働く魔王様オープニングテーマ WITH が発売中です。はい、40枚目のシングルになります。ぜひ皆さんたくさん聴いて、アニメと作品とともに楽しんでください。ありがとうございます。続いてこの番組からのお知らせです。このラジオの公式ツイッターがございます。アカウントは魔王様_AGQR です。ぜひフォローよろしくお願いします。はい、また BS11 とラジオのコラボレーションとして BS11 公式 YouTube チャンネルでアーカイブが配信されております、アフタートーク付きで毎週金曜19時30分に更新されますので、何度も視聴したりお友達に普及したりしてください。さあ、ということで第5回の放送はゲストの栗林みなみさんとお届けしてまいりましたけれども、ありがとうございました。ありがとうございます。なんかもうちゃんと楽曲の話したはずなのに、最後の話でなんか全部台無しになったけど可愛いものじゃなくて残酷な話をしちゃった。トムクイの話で終わっちゃったでもりょうちん、なんかどうだと思ってたよりすごいいつも通りに、なんかそうだね。ね、頑張ったかもしれないなんかさ、ちょっと期待してたのに。いや、もうちょっとでも自分の中ではあんまりちゃんと喋れてない感じがあるから、もうちょっと自然に喋れるようになればいいなって思いました。でも自然だよね。自然でした。癒されました。私すごく2人の存在にありがとうございます。もうはたまキャストの中でも栗林さん特に大好き勢の2人が、ありがとうございます。はい、ご一緒できたので光栄でございます。こちらこそです。本当にいつも楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。最後にメッセージとかもしありましたらお願いします。はい、あ、本当に今日は私幸せでした。ありがとうございました。こちらちょっとこの後もね、アフタートークみたいなのね、ありますので、そちらもお付き合いいただければと思います。はい、お願いします。はい、ということで今回はこの辺でお別れでございます。次回8月5日放送分のパーソナリティはゆさえみ役の日笠陽子さん、佐々木千穂役の遠山奈緒ちゃん、芦屋史郎役の小野裕樹さんでございます。お楽しみに。大変そう。これちょっと大丈夫なのかなと思うのが、奈緒ちじゃなくて小野裕樹大丈夫かなと。なんで？あいつ意外とね、まあ仕事だと違うと思うんだけど。2人だと結構喋るんですけど、3人になった途端に黙るんですよ。見守り系だよね。そう、急にスンって黙るから、ラジオだとどうなるんだろう。喋ってもらおう。8月5日放送分ってりょーちんの誕生日直前回じゃない？そうだね。まあ今日の放送もそうなんだけどね。あ、そっか。そう？割と直後ぐらいだね。でもスタッフさんが直前回だけど、それよりも栗林さんとの会にブッキングしたくって、誕生日会を押してでもいや、むしろね、ありがたかった。最高の誕生日プレゼントということで。せやな、もうどんな誕生日プレゼントより嬉しい。確かに、いや楽しい時間になりました。ありがとうございます。ということで本日のお相手は魔王貞夫役の大阪亮太と佐々木千穂役の遠山奈緒と栗林美波でした。バイバイ。ラジオでも働く魔王様アフタートークでは、本編でご紹介しきれなかった皆様からのお便りご紹介します。どうする？フリートークにします？フリートークすっか。まずは、もうこの辺も自由だから、いやどうでしたか？私なんかもういろんなことがなんか聞きたかったけど、なんかやっぱ本番始まるとパーンってねなっちゃうもんね。どうですか？ガチテレ、ガチテレなの。急になんかテレだし、急に恥ずかしい。一呼吸置くと現実をちょっと受け入れられるようになるからね。今このシチュエーションをかみしめちゃって。そう、逆に落ち着くとダメだね。なんかそのテンションでいかないとね。でもなんか告白し足りないのではないか。告白って言うな。いろいろ問題発言だね。だって10年前の兄様が初生栗林さんだったってことは、生じゃない栗林さんはもっと前から好きだったってことでしょ。そうだね。だから高校生の時だから、名前どこまで出していいんだろう。作品とかね、見て好きだったってことだもんね。だからまあ P を入れてもいいですけど、マブラブっていう作品があってね。そうなんですよ。あれで僕初めて知って、楽曲がものすごい好きになって、で CD ないのかなって探したら、なんかサントラにしか確か当時入ってなくて、サントラ買って、それで初めて聞いて、で確か裏シナリオみたいなのがあって、それのなんか確かエンディングも入っててみたいな感じで、すごい満足してたんですけど、そっから栗林さんの CD をすごいいろいろ買い始めて。そうなんですよ。だからなんだろう、すごい好きなアーティストでも結構そのアルバムに入ってる曲が全部好きになるわけじゃなかったんですけど、なんか栗林さんの曲って僕全部B 面も含めて全部好きになっちゃって、ありがとうございます。正直本当に捨て曲がないというか、全部好きになって、もうだから MD でしたもんね昔。 MD に栗林さんのやつ入れて、だからもうマジックで書くんですよ。 MD の表現に栗林みたいな、俺だけのプレイリストみたいな感じで作ったりとかして、そうなんですよ。ずっと聴いてた。ありがとうございます。その中でも好きだった曲とかなんかある？たくさんあると思うけど、僕はですね、まあいろいろ好きなんですけど、なんだろう、ランブリングハーツっていうね、君のその映画のオープニング曲があるんですけど、あれ2パターンあるんですよね。あ、そうですね。そうなんですよ。ゲームバージョンともう一つなんかアルバムに入ってるバージョンね、あって、すっごい詳しいですよね。すごいびっくりする。そうなんですよ。ゲームやってるとはるかがちょっとね、いろいろあって、そこからオープニングが始まるんだけど、そこで流れてくるタイミングがもうすごい神タイミングで、そこのイントロがね。なんかちょっとあれギターの音なんですかね。そうですね。あの音がすごい、あのイントロがすごい好きで、あの始まり方がめちゃくちゃ好きで、友達と一緒にもうずっと家で。すごい話。こんなマニアックな話になるんですよ。うなずきながら聞いてらっしゃる方もいるでしょうし、なんか私は知らない話もあったけど、なんかすごい楽しかった今。なんかそうなんだ。なんだろう、好きなこと話してる人の話ってすごいなんか楽しい。あんまりこのねマニアックすぎる話を本人の前でやると惹かれちゃうんじゃないかって、あんまり言わない方がいいのかなっていう。あ、めちゃくちゃ嬉しいです。懐かしいお話でしたか？君のぞっていう作品が私デビューのきっかけだったので、そうなんですね。すごく自分の中でも大切な作品なんですけど、なのでそれを知っててくださってたっていうのが感動しますね。それがじゃあファーストシングルになるっていうことですか？もうお仕事自体がその作品からだったので、そうなんですよ。で、最初の頃特にシングルがリリースとかがなくて、そのゲームの中に曲が入ったっていう形だったので、CD を出してデビューって感じではなかったんですけど、サントラの中に入ってる。そうですね。で、こう後々CD 出したりっていう風になっていくんですけど、その時はまだ本当にゲームに曲が入るっていうぐらいで。じゃあその声優もやってらっしゃったじゃないですか。あれは先に歌うのが決まってから役が決まったみたいな感じですか？なんか本当に恥ずかしいんですけど、この声優さんたちの前で言うのが、もともと声優さんになりたかったんですよね。それでなんか始まってるんですよ、ここまで来る流れが。はい、で「君のぞ」やるまでも、まあ、ちょこちょこなんかゲームの声とかをやったりとかしてて、なので音楽の仕事の方が後から入ってきたものだったんですよね。知らなかった。最初は声優デビューだったんですね。そうですね。そうなんです。本当に恥ずかしいんですよ、この話は。でも本当に恥ずかしいんですよ。声優さんをその時声優さんの前でするのは。最近はじゃあやられてないんですか？やってないですね、もう全然。最後にやられたのはいつなんですか？最後にやったのは2008年とか9年、なんか君のぞが OVA とかになって、多分それが最後かな。テレビアニメの後にあったってことですか？あったんですよ。アニメが終わってから OVA がリリースとかがあったりして。が最後ですね。だから10年以上はやってないですね。めっちゃ貴重。これじゃあこれを機会に魔王様にねゲスト出演みたいな。ありありあり。やろう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 。めっちゃいいじゃないですか。聞きたい。アフレコ現場でお会いしたい。ね。いや、それは私も会いたいですよ。会いたい気持ちはすごいあります。会いたいですよ。会いたいですけど。アーティスト栗林みなみさんじゃなくて、声優栗林みなみさんとして。そうですよ。ちょっとこんななってますよ、本当初めて。でも本当なんかめちゃくちゃ仲良しですよね、魔王様の声優さんたちって。そうですね。前にイベントでご一緒させていただいた時に、本当にもうファミリー感がすごくて、すごいと思いました。感動しました。すみません、引けませんでした。なんか嬉しくなりますよね。こうファン目線ですごく仲良しなんだって思うのが、こっちも嬉しくなるっていうか、多分ファンの皆さんもそうなんじゃないかなって思いましたね。嬉しい。確かにね、頭のキャストはずっとなんか時が経てもね仲良しだし、喋り出したらずっと喋ってるので。あの時にいただいたサイン、いただいた CD もう未だに飾ってますもんね。ちゃんと飾ってます。だからその後も確か1枚送っていただいた CD があって、確かそうなんですよ。そうだ。それもサイン書いていただいて、メッセージも。わあ。それも飾ってる。すごい。最高だね。はい。ファンやっててよかったと思って。本当だよね。でもこんなちょっと大人の力使ったみたいでちょっと申し訳ないなっていう感じ。頑張ってきてよかったよ、本当に。いや、貴重なお話結構いっぱいたくさん聞けましたね。アフタートークありがとうございます。ありがとうございます。ということで次回8月5日の放送分のパーソナリティはゆさゆみ役の日笠陽子さん、佐々木千穂役の私遠山奈緒、芦屋史郎役のおぬにゅにょ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 芦屋史郎役のおぬゆきさんです。お楽しみに。かわいい。最後でねはいということで本日のお相手は魔法大学の大阪亮太と佐々木千穂役の遠山奈緒と栗林みなみでした。バイバイ。